こんにちは。内定率 100% の就活塾、ホワイトアカデミーの竹内です。今日の質問はこちらです。以前の動画で、面接が終わったらお礼メールを送った方が良いということだったのですが、インターンの面接だと人数も多いし、全員がお礼メールを送ったら迷惑になりそうですが、最終面接など、ここぞという時だけお礼メールを送るという感じでしょうか？こちらに回答していきたいと思います。結論ですね、すべての面接でお礼メールは送ってください。理由は3つあります。まず1つ目ですね、お礼をされて嫌な気になる人はいないからということです。基本的にですね、お礼をされて嫌な気になる人はいません。特にですね、サマーインターンのように企業側がグループワークや座談会などの何かを提供しているような場合ですね、企業はそれの準備のために時間と労力を使っているわけですし、面接1つ取ってもですね、1日に何十人も面接するというのはそれだけで十分大変です。ですからお礼をされたらしっかり準備していいインターンになったみたいだなですとか、一人一人向き合って面接してよかったなというふうになるでしょう。次ですね、二つ目、企業側は返信しない自由も持っているからということです。ご質問にですね、全員がお礼メールを送ったら迷惑とありましたが、就活中にお礼メールを書く学生というのはほとんどいません。ですので全員がお礼メールを送るという状況がそもそも起きません。またですね、件名でしっかりお礼であるということを分かるような書き方をしていれば、時間がない時は後で見ようというふうに後回しできますし、たくさん来ていたらこちらこそご参加いただきありがとうございましたの一行で終えるとか、そもそも質問が来ているわけでもないから返信する義務もないわけです。見る側は気楽に見られるメールになります。次です、3つ目ですね、他の学生と差別化できるからということです。先ほども申し上げたように、ほとんどの学生はお礼メールを書かないので、丁寧なお礼メールを書ければそれだけで差別化になります。よく聞く話ですが、内定をもらった後で人事の人から毎回きちんとメールを送ってきて律儀で誠実だね、他の学生と迷ったんだけどそれがすごく印象に残って最後の一押しになったと言われることがあります。ただしですね、差別化するためにはただテンプレ的に毎回同じようなお礼メールを書くのではなく、しっかりと内容のあるお礼の文章を書く必要があるでしょう。これについてですね、今から具体的な例を見ていきたいと思います。件名、サマーインターンのお礼、ホワイト大学田中太郎、本部丸々株式会社総務人事部佐藤様、いつも大変お世話になっております。本日サマーインターンに参加させていただいたホワイト大学の田中です。グループワークでは丁寧な解説とチームごとのフィードバックをいただいたことで、自分たちの案に欠けていた視点の理解が深まり、社会における金融業界の位置づけと重要性を再認識することができました。またもともと金融業界を志望していたものの、憧れに終始していた中で、座談会で先輩社員の方々から仕事の中でのやりがいやこれまでで印象に残った業務の話などを聞いていく中で、記者で活躍したいという気持ちがさらに高まりました。まずはインターンのお礼を申し上げたくメールいたしました。今後ともよろしくお願いいたします。ホワイト大学ホワイト学部ホワイト学科3年、田中太郎。電話番号とメールを必ず書くようにしてください。まあこんな感じですね。ただ単にインターンに参加させていただきありがとうございましただけでなく、インターンに参加して具体的にどんな学びを得た、どういったところが良かったといったことをですね、丁寧に書くようにしましょう。最後にメールを送るタイミングですが、インターンなり面接なりお礼をしたい事柄のあった当日中が望ましいです。当日中というのは翌日の朝に相手がメールボックスを開くまでの間に届いていればいいということです。ほとんどの会社は9時始業で、早ければ8時半くらいからメールボックスを開いていると思いますので、例えば今日インターンが終わったのであれば明日の朝8時までに送っておけば OK ということになります。以上ですね、今日はお礼メールについて解説させていただきました。就活に限らず、社会人になってからもきちんとお礼ができる人というのは誰からも信頼されやすい存在になりますので、ぜひお礼メールをマスターしていただきたいと思います。またですね、お礼メールの前に基礎的なメールの書き方がそもそもわからないよという方がですね、例年多いんですけれども、そういった方はですね、まずは概要欄の動画をご覧いただいて、基礎的なメールの書き方をマスターしていただければというふうに思います。では今日は以上です。ありがとうございました。